低迷続くパソコンゲーム業界を救うような物語を期待して、それで太平洋戦争、その大海戦を依頼する、それは、現場の書き方がめちゃくちゃになったとき、責任は、誰に、あるのだろう。現場はそもそも、戦争のつもりで漫画なんか書いてないのだ。それ、はあくまでもプロデューサーの何かの期待、理解、それでしかなく同意は、非常に限られる気は、する。苦戦する艦隊、だが一機の戦闘機が窮地を打開する。そんな史実はない、とき、想像以上に批判は、重い。そもそもパソコンゲーム業界は敵と戦っているのか？ただ、イメージとしてないわけでもない。スチームやら DMM やら、何かの戦団を形成している、ような状況は、今、あるかもしれないわけだ。その主観に合致させた戦場を形成し、それに対して書くとき、クシルのような絵は、